食べてみたいと思いますね。細いんですけどね、これはそばとうどんの合い盛りで、夏野菜の天ぷら、オクラ、ナス、なんだろう、あれだ、シシトウとミョウガですね。ミョウガはやらない方がいいっていうコメントあったんですけどね、やっちゃいましたね。あのちょっとジュクジュクしてたんで、揚げないとこれはお腹壊すな、刻んでね、上にねかけるのもいいんですよね。あっちの方が美味しいよね、やっぱり香りもあって。でビールの方はですね、ハートランド、あ、キリンですね。これ唯一ですね、瓶にあのキリンって書いてないやつですね。これハートランド、外国のビールにしか見えないんですけど、これうまいですよ。うまいですけどね、あんまり売ってないんだよな、これが。じゃあ食べてみますね。はい、よいしょ、いただきます。わさびでやっていただきますね。あのね、あのスーパーにあるじゃないですか、これなんですよ。スーパーに売ってあるさ、こういうのあるじゃない、わさび、そっか、しょうがない。これをもらってくるんですよね、刺身とかね、寿司とか買った時に、ご自由にお取りくださいなんて書いてあるから。そっちの方が普通のチューブよりいいんだってね、新鮮で使い切りだからさ。そうだよね、チューブのやつだと1ヶ月とか普通に冷蔵庫でしょ。下手したら俺なんてさ、半年ぐらいあるからね、わさびとか使い切らなくて。結局ね、捨てちゃって、あ、これ使ったら食中毒を起こすかなと思ってね。よくあるでしょ、あの具材に直接つけちゃうときないですか、間違って。やばいなと思うよね、あれつけちゃったら食中毒を起こすんじゃないかなと思って、ちょっと出して切ってみたいな。具材を食べないとちょっと麺が減りすぎちゃって、明日弁当に持ってこうかなと思って。僕は、うまい、みょうが、やっぱりね、みょうがはね、生の方がいいと思いますよ。香りが減る感じがする。そうめんとかね、刻んだやつだ、ほんとうまい。いつものことなんですけど、これをですね、食べ忘れました。納豆ですね、引き割り。あー、ショック。じゃあね、ちょっと飲んでみます。どんな感じでしたっけ、これ。ハートランドね。これ、オランダとかさ、地底の感じするよね、見た感じ。わざとこういうのね、目立たないようにしてるんですよね、キリンってね。それじゃあ、あ、薄めですね、薄めだと思うね。これ麦芽とね、ホップだけなんですよ、これ。アルコール分はね、5%。 飲んでみます。あれですよ、ラガービールみたいですね。ラガービールっていうか、なんでクラシックラガーとか赤星とか、あっち系古い感じ。これね、辛口なのかな、
アルコールじゃなくて炭酸が強い感じがしますね。舌先にきますね。うまいうまい。これファン多いもんね。あれだ、都知事選ね、終わりましたけど、皆さんどこ入れたんでしょうね。もう入れるとこなかったよね、あの小池さんしか。で早々にあの鳥越さんがさ脱落したんで、あれもなんかはめられた感じするよね、見てると。そういう裏の力っていうのは我々にはあまりわからないというか、そういうのあるんだろうね。一応対抗馬だったと思うんですけど、増田さんとあの鳥越さんがね、まあ増田さんは弱すぎたもんね。でも鳥越さんひどかったんですよ、知ってる？ね、あの人なんか勘違いしたのか、原発ゼロにしますとかなんか言ってたよね、そんなことね。都知事ってそんな権限あるんですか、原発ゼロの。国会議員と勘違いしてない、あの人。あともう一つね、おかしいなと思ったのがあれだな、なんだっけ、介護離職、介護離職のことをね理解してなかったですね。介護離職っていうのは、仕事をしてて介護しなくちゃいけなくなって、親とかのね、兄弟もいいです、それで仕事を失うってことですよね。じゃなくてあの人の考えは、まああれなんです、間違ってないとは思うけど、介護の給料が安いから離職しちゃうというね、まある意味当たってんですけど、介護離職。けどそれじゃないじゃない、世間の介護離職。でなんか都知事になってから考えるみたいな感じだったんですよね、言ってるニュアンスが、あの人と一緒だったな、国会議員のね、今井絵理子となってからみたいな、なってから頑張ってほしいけどね、批判は当然あると思う。なってからっていうか、なったんだから頑張ってほしい。内閣改造とね、あの自民党の役員人事っていうのは同時にやるもんなんですか、これは。よくわからないんですけどもね、谷垣さんはもう亡くなったじゃん、あの次の、あの首相っていうのはない。ポスト安倍って誰なんですかね、石破さんなんですかね。俺石破さんだったらとりあえずいいかなと思いますけど、中国韓国よりはちょっとなぁと思う、強い日本って感じしない。だから安倍路線っていうか、あの稲田さんもそうだけど、あのタカ派でしょ、どちらかっていうとタカ派でしょ、あの人も小泉さんからずっと続いてますからね。やっぱタカ派じゃないと安心できないな。鳩山さんじゃちょっとね、もうあれの首方見てるとね、情けなくなるね、本当に、頑張ってほしいですね、日本の首相はね。はい、ありがとうございます。